オルクテムルハーンは、モンゴル帝国の第二十二代皇帝。漢文史料の民史、名実録では、鬼緑赤と表記される。この人物は、猛古源流をはじめとするモンゴル年代記には一切、登場しない。明朝が記録する北元のハーンは大部分が、モンゴル年代記に対応する人命を乱すことが、できるが、唯一、鬼緑赤のみは対応するハーンが記録されていない。 そのため、鬼緑赤の出自について、様々な議論がある。鬼緑赤を、モンゴル年代期に登場する、オイラとのケレヌートのオゲチハシハエゲイチコスカに否定する、説。モンゴル年代期に、オゲチハシハは、モンゴル国人の大半を支配したという記述がある、ことを論拠にしており、和田清志らが主張している。しかし、明朝の記録に従えば、鬼力赤は、笑いゴール。 オイラトと戦う、ダッタンイコールモンゴルの、カガンなのであって、ダッタンカガン気力赤と、オイラトのケレヌートのオゲチハシハが同一人物で、あるという改善性は、低いとの批判がなされている。ペルシア語資料に記される、オゴデーの末裔、オルクテムルに否定する説。ティムール朝で編纂された、諸資料によると、クンテムルの後に即位したのは、オゴデー家の、オルク。 テムル・ウールク・ティモアであったという。オルク・テムルは、オホデーの息子からク・オグルの息子ヌビアの息子とされているが、これでは13世紀初頭に活躍したオホデーの彦になってしまい、到底年代が合わないためこの系譜自体は疑問視されている。しかし、和田清らの研究に従うと、鬼緑赤の根拠地は、火星のアラシャー地方にあり、この地にはモンゴル帝国時代、オホデーの息子、 古伝が領地を与えられていた。そのため、現在では、鬼力赤は、オゴデー家の末裔である、オルク、テムル RG テマーとみなす見解が主流である。1388年、クビライ家に敵対的なモンゴリア西北の諸部族は、アリクブ家家のイエスデルを衰退して、ドルベンウイナトを結成し、クビライ家の着党ウスハルハーンを侵略してしまった。この侵略事件によって、 モンゴルの諸部族は、流産してしまったが、ハーンに直属する集団は、大使から、ジャン、タイ,イ、マルハザラによって引きられて残存した。ハーミーを奪還したアリクブケ家及びドルベン・オイラトでも、内部構想が、相次ぎ、親クビライ派のチョロースと親アリクブケ派のケレヌートは、オイラト部族連合の主導権をめぐって、構想を続けた。その結果、オゲチハシ派と、その擁立する君、 テムルハーンが、チョロースのバトラ上昇によって殺されるという事件が起こった。これを後期と見たハン・オイラトの諸部族は、大使、マルハザを中心に結集し、モンゴルを再建した。この頃、クビライ家のオルジェイ・テムルは、オイラトの派遣から逃れて、ティムール町に亡命し、その弟と見られるハルグチュクドゥーレン・テムル本体児は、殺されていたため、マルハザらは、オゴデーへで、 アラシャー方面を根拠地とするオルクテムルを衰退した。オルクテムルは、ウソハル、ハーン以来のヒオイラと集団から擁立されたハーンで、あったが、クビライ家から見て、アリクブケ家以上に、縁の遠いオゴデー家の出身であり、広く、モンゴル人の支持を得ていたわけではなかった。このような事情を察知した明朝は、オルクテムルは位を奪って、ハーンを称したが、彼は、元という国語を使わず、 ダッタンと称すようになったとも記している。しかし、この後もモンゴル人自身はあくまで自らの国語を大元あるいはモンゴルウルスと認識しており、ダッタンという名称は、明朝からの一方的な故障に過ぎない。オルクテムルの即位と前後して、西南の変を制して、正式に即位した、英楽三は、英楽元年、使者を遣わして、オルクテムルハーンを悟して、ヨ見を通じ、 銀兵を賜った。この時貸品を与えられた、モンゴルのトップは、オルクテムルハーン、大使右上将、マルハザ、大夫差上将イ昇スン定、大の田持ミツチーン、アルクタイの4人であり、この時の、ダッタンとは、オルクテムルといえン定の勢力と、マルハザとアルクタイの勢力の連合政権とも呼ぶべき、ものであった。同年、オルクテムルハーンと、アルクタイは軍を率いて、 チョロウス部のマフムードと戦ったが、オルクテムルらはマフムード率いるオイラト軍に大敗し、退却を余儀なくされた。モンゴル高原の情勢が不穏になってきたことを察知したエーラクミカドは、北辺の首相たちに命じて、オルクテムルハーンに備えさせた。また、翌エーラク2年にもオルクテムルは、オイラト軍に敗北したため、早くもモンゴル内の内部対立が露見するようになった。 英楽三年、オルク・テムル・ハーンは、ウリアンハイさん守るや、ハミエイが、モンゴル帝国の皇族の末裔でありながら、明朝に服属することを不快に思い、彼らを服属させんと同行を伺っていた。そして同年、エンケ・テムルはハミルへの進出を伺うオルク、テムル・ハーンによって毒殺されてしまった。これを受けて、ハミルの隣国モグーリスタン半国のシャムイジャ・ハーンは、報復として、 オルクテムルを攻めている。同年、コジとチャガンダルガが民に降る。英楽4年には、オルクテムルハーンらが南下して、明朝へ進行しようとしていたことが、英楽カドに報告されている。英楽6年、アリクブケ家,家のオルジェイテムルが、亡命先のティムール朝から帰国すると、アルクタイは、オルクテムルを殺害し、オルジェイテムルを転移につけた。1404年に、 ティムール町の首都サマルカンドを訪れたカスティーラ王国の施設ルイ・ゴンサレスで比べほの旅行記には以下のような記述がある機体の皇帝はトクズハーンと呼ばれた9つの帝国の皇帝を意味する称号であるがタタールの人たちは長老してトングズと呼んでいたそれは彼らには豚皇帝とでも言うようなものである機体皇帝の派遣した施設団が到着したその ティムールの工場は次のようであった。何人も知るところであるが、ティムールは以前に機体の俗量であった地方を占有した。したがって、年々の効能はティムールから機体工程へ支払うべきであったが、この7年間一度も支払われていないので、今やティムールはその全額を直ちに支払うべきである、と。殿下はこの施設たちに、早速支払いましょう、と答えた。 その間何の要求もなかったというのは最近機体で起こっていたある事件のためでここでそのことを説明しておこう。そもそものはじめ、その頃統治していた機体皇帝が死んだが、その遺言では三人の息子に彼の帝国の土地を分割することになっていた。長男は無理もないことだったが、二人の弟を退けて帝国全土を自分のものにしようと欲した。そして、 二人のうちの若い方を殺すことには成功したが、残る数とは反抗し、ついに彼に打ち勝ったのである。長男は、弟と談合することはもはやできないと見て、自分の幕営に火を放ち、多くの従う者ともども焼け死んだのである。このようにして生き残った一人が元皇帝で、騒乱も収まり、秩序も回復すると、この新皇帝は、ティムールのところに使者を送り、 その父の時代に支払われていた効能を要求したので、あるとある。クラビホ、ティムール帝国機構この記述をもとに、岡田秀弘は、エルベクハーンからオルクテムルハーンに至る内紛を、ありくぶけ家の内紛と見る。ただし、上述したように、オルクテムルらの出自については、諸説あり、岡田が、注釈内で、参考文献として挙げている。 クラビホチムール帝国機構もオルクテムルに相当する、期待皇帝は、民の清楚と指している、次男、主、小厚、三男、朱高ひ霧の三人。四男に主皇がいるが、1392年生まれで、同年に溶接。ありがとうございます。